モデルロケットリーは1968年10月から1972年2月まで刊行されていたアメリカ合衆国のモデルロケットに関する趣味雑誌である。編集者兼出版社はジョージ・ J ・フリン、編集士官はゴードン・ K ・マンデルだった。この雑誌は創設スタッフのフリン、マンデルらやその家族が出資するモデルロケットリー社が発行していた。 発行部数は1970年までに1万5000部に達した。1957年のスプートニク1号を打ち上げから始まる宇宙開発競争によりモデルロケットは人気のある趣味となった。モデルロケットリー氏が創刊されたのはアポロ計画の最中のモデルロケットの人気が最高潮の時期だった。各記事はモデルロケットの構築の計画や説明だった。 当時のモデルロケットは一般的にエステス・インダストリーズなどが製造した黒色火薬によるロケットエンジンで動いていた。ロケットの理論などの技術的な記事もあった。1969年10月からは飛行パラメータを計算するためのフォートランによるプログラミングの記事も連載された。また、モデルロケットクラブによる打ち上げ大会やコンテストも取り上げていた。 1969年8月から廃刊までは、全米モデルロケット協会の公式雑誌である、ザ・モデル・ロクティアを編入していた。トランジスタを使用した、追跡等1969年7月、発行者のジョージ・フリンは、イースタンニューメキシコ大学で開催された、南西部モデルロケットカンファレンスに出席した。そこで彼は、アルバカーキモデルロケットクラブの上級顧問である。 コレストミムズにあった。ミムズは夜間打ち上げ時用のトランジスタ化された追跡灯や赤外線発光ダイオードを使用したデータ通信機についてフリンに話した。そこでフリンはその追跡灯についての記事の執筆をミムズに依頼し、1969年9月号に掲載された。ミムズはニューメキシコ州アルバガーキのカートランド空軍基地の 兵器研究所に所属し、エド・ロバーツと同僚だった。彼らは、追跡灯などのモデルロケット用の電子キットを販売する会社を設立することを決めた。ミムズ、ロバーツと他の二人の同僚は、1969年、後半にミクロ・インストローメンテーションテレメトリシステムズを設立した。3つ社の設立を発表するプレスリリースは、 モデルロケットリー1969年12月号に掲載された。1975年1月、ミッツ社はパーソナルコンピュータアルタイル8800を発売し、パーソナルコンピュータ革命が始まった。ビル・ゲイツとポール・アレンは1975年にアルタイルベーシックを作成し、アルバカーキでマイクロソフトを立ち上げた。ニューメキシコ自然史科学博物館のスタートアップ。 アルバカーキーザパーソナルコンピューターレボリューション10では数部のモデルロケットリーシュと追跡等の試作品が展示された。ミムズは3つ社の電卓、モデル816、アルタイル8800、初期の3つ社関連の文書、モデルロケットのテレメトリーキットを国立アメリカ歴史博物館に寄贈した。ありがとうございます。